はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。今回はファミスタクライマックス3週目のドリームペナントのドリームファイナル、ちょっとややこしいですけどね、プレイをしていきたいと思います。では早速続きをしていきましょう。今回は第2戦目になります。まあ、第1戦目はですね、助っ人外国人コンビによる逆転ホームランで、なんとかね、勝利をすることができたので、今回も、勝ちに行きたいと思います。というところなんですが、前回誤って今村をですね、出してしまったというのがあって、先発がね、今回は千賀になってます。本当は、エース、今村で行きたかったところなんですが、先発は千賀になってますね。では、プレーボールしていきまーす。アダルトナイツっていうのはあれなんですかね。割と年齢が高い人たちが集まってますよね。相手、チームは。それゆえなのかな？まあ、今村が今回使えなかったとはいえですね。とはいえ、この千賀も、フォークボール持ちの、しかも能力的には正直言って、まあ、今村よりも、はるかに高い能力持ってますからね。まあ、今回もなんとか、確実に勝ちを取りに行きましょう。で、このドリームナイツじゃない、アダルトナイツの方は、3、4、5とね、かなり強力なバッター、さらに6、7まで続きますからね。初回は、きっちり0点で抑えていきましょう。一塁はセーフ。さすがにね、足速いですからね。スクリューボール持ちか。めっちゃくちゃ打ちにくそうだな、この石川のスクリューは。確実に送って先制点を取りに行きましょう。しかもフィルダースチョイスで一塁もセーフで、長打もある岡島だ。どうだ、その岡島の当たりは入るね。理想的な展開ですね。さらにメヒア、ちょっとメヒアのこの足だと二塁まではいけないかな。相手アダルトナイツの、おっとゲッツになっちゃいましたね。外野陣はね、ライトが糸井、センターが松井和夫で、レフトが福留なんですけど、特に怖いのがね、糸井、足が A プラ、守備 A プラ、肩 A プラで、和夫もね、センターの和夫も足は速いですからね。唯一足がある、穴があるとすればレフトの福留かなっていうところですけどね。さあ追加点です。4対0、かなり順調の滑り出しだな。で、小林誠司、小林も銀カードにアップグレードしてますからね。ちょっと小林の足じゃ二塁まではいけないかな。これが糸井の肩です。今投げてきましたけどね。おお、1回持たずにノックアウトできたか。さあ千賀が倒れて1回は5点、それでも取りましたね。迎えるは4番、村田修一。まあ、この辺りはね、ちょっとかなり怖いバッターになってくるんで、ホームラン警戒していきましょう。で、5番の福留ですね。ミート A、パワー A。ただ、走力 D で、あ、ただ、福留も守備 A、肩 A ですね。足がちょっとね、いまいちかなっていうところですが、って話をしてると、ここで森野に一発ですね。で、森野の後に、まだ松井和夫がいるっていうね、怖さ。ちょっと守備、目測、誤っちゃったかな、アウトにできてたかなっていうところがもったいないですかね。まあ、ただ、後続の相川をきっちり打ち取って、2回の裏の攻撃に入ってきます。荻野はね、スキル内野安打つけたのでパワー上がらずとも転がすと走力が S にまで上がりますからね。
これがね、糸井の肩なんですよ。絶対刺されますよね。で、先ほどホームランを打ってる岡島、どうだ、2打席連続。さらにメヒアの当たりも抜けていきます。いやー、クリーンナップが当たってるね。で、高山です。お、これは抜けていくね。よし、ワンアウトランナー三塁二塁だ。非常にいい感じできてるな。このね、あの吉川のところを、何、あー、戻れないよね。マジか、さすが糸井だな。あれをなあ、取れないか、飛び込んどけばよかったかな。やられちゃうとちょっと厳しいな。絶対落ちると思ったんですけどね。うん、これは OK としましょう。二塁で刺しましたからね。制御の当たりは会心の当たりでしたが、ショート正面で助かりましたね。で、糸井だ。糸井とかめちゃくちゃ怖いな、これ見ると、まあ、バーンとはともかく、ミートパワー、走力、肩、守備全てが A。 しかもパワー以外は全部 A プラスですからね。さあ、8番小林、7番あたり、どうかな、6、7あたりにもうちょっとね、打てるバッターが入ってくるとこのチームも盤石になってくるかなって感じですね。1番から5番までとピッチャー陣はそれなりに、まあ、戦力として整ってきたかなっていうところもありますからね。さあ、村田に打たれて5番福留だ。このあたりはちょっと警戒していかないと、危ないからな。よし、2塁で刺せれば OK で、先ほどホームラン打たれてる森野、ここは警戒していきましょう。2打席連続っていうわけにはいかないですからね。で、まだまだ怖いバッターが続くのがこの松井稼頭央なんですよ。相手の戦力を考えると、この松井までは本当に気が抜けない、戦力が充実してる感じしますよね。で、松井の後はね、相川とピッチャーっていう感じで続いていきますけどね。これは抜けないかな。おお、ポロってくれた。これは助かるね。で、荻野は走らせましょう。これでノーアウトランナーによりさっきと同じパターンだな。今度は荒木はヒッティングでいこう。ただここはキャッチャーフライになっちゃったか。で、2打席連続中の岡島の当たりは、おっと、和夫がポロってくれたね。なんかラッキーありでメヒアだ。うん、これはきっちりレフト前タイムリー。で、高山の当たりはこれは切れていきます。一塁線、これも引っ張ってスタンドに入っていきます。ワンアウトランナー二塁一塁で、これはよし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 、ちょっと帰ってこれないかな。これでワンアウト満塁で吉川か。ここでね、打てるバッターがいるといいんだけど。糸井はね、帰ってこれないですね。で、山本のところでちょっと代打を出そうかな。だ、山本ショートにいてショート守れるのがいないな。
ビシエド出したいけど、ちょっとこれは無理だな。山本で行こう。まあ、これはしょうがないですね。満塁のチャンスでしたが。ショートを守れる、やっぱ、バッター欲しいですね。今の場面とかを見ても。そうすると山本を代打に残しておいて、そもそも打てるバッターが、きっちり固めるっていうね。さあ、相川を打ち取って藤川のところに代打を送ってきます。新之助か、パワーが A プラまで膨れ上がってて怖い当たりだな。今のもきっちり見ていきますね。千賀はこの回までかな。空振りに仕留めて1番の田中健介。これがライトフライに終わって6回の表ですね。小林誠司からで五十嵐にピッチャーをスイッチ。抜ける、抜けないね。そしたらここで代打を送っていきましょう。まずは大島を送っていこうかな。ビシエドはね、ここぞという時に取っておきましょう。ナックルカーブ、五十嵐のナックルカーブちょっと打てる気がしないな。大島の当たりはサードファールフライで1番に帰って荻野です。これは切れる、惜しい当たりでしたが切れていきます。これは抜けていきますね。危ない危ない。ここは確実に得点圏に進めますよね。 A プラスの足を持ってれば。で荒木、曲げられて追い込まれてからしっかり打ったな。ただちょっと福留の肩だと荻野の足でも帰ってはこれませんでしたね。で今日3安打の大島じゃなくて岡島。今日4安打目。さあコールドに持っていけるか。これでメヒアが一発打てばで山井だな。ここはもう一発狙っていきましょう。フルスイングでどうだ、入らないか。当たりはねもう文句なしっていう当たりでしたけどね。おお、抜ける抜ける。これはどうだ、帰ってこれるか。足が猛烈にとろいけど、よし。いやー、1戦目と打って変わって2戦目はま、岡島が大当たりというのもありましたけどね、安心して見ていられる勝ち方だったんじゃないでしょうか。ということでファミダスポイントも、まあ、約7万まで貯まりましたね。レベルも上がるね、どんどん。行くか？行ったね。まあ、コールド勝ちしましたしね。ファミダスポイントも1800ポイントだ。よし、これはありがたいな。まあ、岡島の2打席ホームランもあったし、メヒアもあわやっていう当たりもあったし、最高だったな。首位打者荻野、最多安打荻野、最多本塁打メヒア、最多打点メヒア、最多盗塁荻野、完璧だね。最優秀防御率は今村、最多勝利は菊池、最優秀勝率が千賀で、最多奪三振が今村。おお、さらに8600ポイントもファミダスポイントもらった、最高だな。じゃあ次のシーズンに行きましょう。で一応これで4週目に入っていくんですけども、4週目から
ちょっと実況再開しますと言ったものの、実は1周目のドリームファイナルを負けてしまった関係でですね、4周目をその実況するかどうかっていうのをちょっとね正直、検討しています。なのでどうだろう、まあまだ早いでしょうっていうね話もあるかなとは思うので、一旦ここでちょっとねご覧いただいた視聴者の方から、4週目、レギュラーコンピューターのデッキはレギュラーだけど、まあ、ここで実況再開したらっていうご意見と、いやレジェンド、このレギュラーで、ドリームファイナルまで進んで優勝するとレジェンドっていうコンピューターのデッキが選べるようになって、そうするとファミダスからもねジャカジャカいいカードが出てくるらしいので、やっぱりそこはレジェンドまで進めてから実況再開してっていうね、ちょっと声も聞きながら参考にさせていただきたいなと思いますので、今回は一旦ここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいというふうに思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。